おはようジャン君。これからちょっと午前中に、クロケンは歯医者に行かなければいけないので、窓辺の花は後回しです。帰ってきたらやろうかな。で、ジャン君はちょうど日が当たっているので、花ない方が日がたくさん当たるね。ない方がいいのかな。まあ、その辺のところもちょっと考慮しながら花は作りましょう。帰ってきたらもう日が当たってないと思うんだよね。そうしようかな。朝の花の作り方をちょっと工夫した方がいいかもしれないね。はい。ジャン君、ちょっと行ってきますよ。眠い。眠いですか。歯医者から帰ってきました。今ではなくてもう1時間前なんですけれども、また歯を抜くことになってですね、抜いてしまったので、今、痛み止めを飲み、ようやく少し落ち着いたかなというところです。これからですね、生放送を始めなきゃいけないんですが、大丈夫かな。マオイママさんは今銀行に行っております。戻ってきて、葵ママさんにお願いするのか、こんな状態でもやるのか、もう少し、痛み止めが効いてくれば、こんな感じですね。そして、お花もまだやってないんだな。こういう痛みは別のことに注意がいけばだいぶ和らぐって自分では思ってるんですけれども、歯はね、思い出しちゃうんですよ。口の中がおかしいので、なんかちょっと頑張ってみようかな。少し休んだら大丈夫かな。歯が痛い中、生放送も終了し、今こんな歯の痛い人が作った花です。どうです、地味でしょ。そうだね。今日も地味だね。そして派手なのが全部こっちに置きました。これがクロケンの歯医者の時の新章風景です。ちょっと休憩しよう。じゃあ歯医者休憩です。その後、ちょっとイラストを描かなきゃ。イラストを描いて、流れによっては生放送をもう一回やろう、言いたくなかったら。